今、ビートボックス界隈で何が起こっているのか。どうも、豆です。今回は、今、ビートボックス界隈で何が起こっているのかということについて話していこうと思います。ただ、注意していただきたいのは、現時点でこの情報が本当かどうか決まりきっていないということです。ある程度内容を知っている方もいると思いますが、この内容はあくまでもマドックス側の主張です。SBX 側からの主張をまだ聞いていない段階ですので、何が真実かどうかっていうのは定かではありません。そしてもっと言うのであれば、これは私たちが真実かどうかを決めれるものではありません。そしてね、この動画では真実があったかどうかに触れるのではなく、今問題になっている疑惑そのものについてだけ取り上げることにします。なので、俺の主観も捨てて、情報のみを話していこうと思います。で、本題なんですけど、話題になっている動画はマドックスとスペンサー X とビーアートの対談動画で、主な内容がマドックスとスペンサー X による SBX の告発です。ざっくりとした中身はお金に関してですね、文春法やガーシー法みたいなものです。お金が絡むことで起こってしまったビジネス的な問題と人間関係の問題についてで、詳しい内容については動画を見てもらうのが一番なんですけど、 SBX のコンテンツを作っていたマドックスに SBX から一銭も入っていなかったり、マドックスとペポーニの個人的な人間関係についてだったり、スペンサー X とペポーニとの間の衝撃的なやり取りだったりと、かなり濃い内容になっています。先ほども言ったようにね、これは文春法のような告発になるので、 SBX 側も透明性を持たせるために声明を出す流れになってくると思われます。もちろん問題の動画のリンクは概要欄、コメント欄に貼っておくので、ぜひご自身の目で確認しに行っていただければなと思います。そして、しつこく念を押すようになってしまって申し訳ないんですけど、まだはっきりとしていない問題ですので、 SBX 側に対して誹謗中傷等をしに行くのは控えていただければなと思います。悪いものが叩かれたり意見されるのは当然だと俺も思うんですけど、はっきりしていないものに対して一時的な感情に流されて決めつけて意見するっていうのは少し違うと思うので、これだけは言わせていただこうと思います。最初にね、俺の主観を除いて話すとは言ったんですけど、最後のこの部分に関してかなり主観が混じってしまい、本当に申し訳ございませんでした。で、繰り返しお伝えさせていただきますが、ぜひ一度ご自身の目でこの動画を見に行ってください。ということで、じゃあね。